はございます、おはようございます、ルポスさん、カズさん、おはようございます、太陽さん、たかしさん、おはようございます、ルルさん、今日はですね、久しぶりのところに来ました。今日はですね、ちっちゃなパノラマの場所ですね、ちっちゃなパノラマ。アリエルさん、おはようございます、こういうとこですね。まだ太陽は出てませんが、もうすぐ太陽が出るような場所ですね。空はここはすぐ360度、空360度空が見えます。もうすぐ朝日が出るでしょう。360度パノラマですね。カイさん、ノザルさん、コプトンさん、ガンソさん、太郎さん、おはようございます、おはようございます、エイジさん、それから元カレさん、あやこさん、二度寝して寝坊しました。そうですか、皆さんね、本当に朝早く来てくださってありがとうございます。カイさん、気持ちのいい朝です。そうですね、まあ、朝はいつも気持ちがいいですね。朝はいつも気持ちがいいです。アリエさん、賛美歌でおすすめの曲ってありますか？たくさんありますよ、たくさんあります。まずすぐ出るのは、まあ、小さな祈り、小さな祈りで YouTube でググってください。小さな祈り、そしてですね、あと関連動画でたくさんあります。関連動画いろいろ聞いてですね、自分の好きな賛美歌をたくさん聞いてください。この世の歌は聞かない方がいいですね。この世の歌は、イエス様を賛美していません、ね、イエス様を賛美する歌だけ。メロディーさん、ユウさん、おはようございます。セツコさん、おはようございます。コレクニさん、おはようございます。皆さん、天国に行くとですね、もう至る所で賛美が流れてるそうですね。天国の賛美は特別です。天国どこ行ってもですね、賛美が流れて、天国どこ行ってもですね、いい香りがします。ものすごくいい香りがして、そしてもうどこ行っても賛美が聞こえます。ですから私たちはこの地上でも絶えず賛美を聞いて、天国を求める必要があります。ガンゾさん、5時に起きて牧師の配信を待ってました。ありがとうございます、ありがとうございます。なんで知ってるの？天国行った人の本を読んでますから、天国を何回も行った人の本を読んでいます。 S さん、おはようございます。太郎さん、キリスト教の集会で歌を歌うことが多いのはなぜですか？それはですね、歌というのは神を賛美するためのものなんですね。本来はそうです。それがですね、悪魔がですね、その音楽を盗んで偶像崇拝させるための音楽にしています。この世の音楽はですね、およそ恋愛を歌っています。恋愛を歌うことは偶像崇拝なんですね。それは結局は悪魔がイエス様を賛美しないように邪魔しているということになります。ですから皆さん、この世の歌を歌わないでください、聞かないでください。イエス様を賛美する歌だけ、イエス様を賛美する音楽だけをやってください。それ以外の音楽は、偶像崇拝になってしまいます。ぜひ皆さん、このような音楽を聴くと、霊的に弱くなります。賛美歌を聴くと霊的に良くなります。その違いを理解してください。稚魚さん、おはようございます。ここはね、あの大根があるんですけど、これ大根だと思います。大根がありますね。
カイさん、牧師は普段からキリスト教に関する本ばかりで小説など読まれないんですか？ほとんど信仰的な本ばかりです。なぜかというと、この世の本はですね、やはり霊的には良くないんですね。霊的には良くありません。信仰的な信仰書を紹介しますから、信仰書だけを読んでください。私たちは時間が少ないのです。私たちは、イエス様がもうすぐ来られるのです。ですから、私たちは時間を全部信仰に集中させるべきですね。信仰的なことに時間を使いましょう。ルルさん、親に BGM で賛美歌を流すのもいいですね。とてもいいことなんです。とてもいいことです。もうそうすると悪霊が近寄ってきません。悪霊が近寄ってきませんね。賛美歌を流しているだけで、賛美歌を流しているだけでその部屋が整備されて清くなって悪霊が、来なくなってきます。アイポンさん、おはようございます。ですから皆さん、私たちは、この終わりの時代、信仰に集中しなければなりません。今日からそうします。アメン。素晴らしい。賛美があるところに、主がおられます。賛美があるところに主がおられます。今日のタイトルは、あなたには可能性が、素晴らしい可能性があります。あなたには素晴らしい可能性があります。多くの人は何か夢があります。その夢が叶えられたらと思います。多くの人はこの世的な成功を夢見ます。この世的な成功ですね。こうなったらいいな、こうなったらいいな、こうなったらいいなと思います。しかし多くの場合はですね、自分の夢は叶えません。叶えません。多くの人は失望してもう夢を見なくなります。問題点が2つあります。問題点が2つあります。1つはその何を、願うかということですね。この世の的なこと、また自分に関すること、自分の栄光、自分の名誉を求めることは、そこからしてまず間違いです。悪魔はですね、そういうものを求めるように仕向けます。自分の栄光を求めるように仕向けます。しかし結局それはサタンの栄光に取られてしまうんですね。サタンの栄光は、私たちが罪を犯すこと、私たちが偶像崇拝したり罪を犯すことが、それが悪魔の栄光です。そしてそれは神の栄光のにならないということですね。春樹さん、夢でもし神に会えたら素敵なことですね。アーメン。そしてもう一つはですね、その神様のビジョン、神様が喜ぶような可能性、それを求めるんですが、それはどうやって求めるかということですね。世の中では自分の力、肉の力、人間の力、お金の力で頑張れと教えます。それは間違いですね。それは間違いです。人間の力、お金の力では、本当の神の国を求めることはできません。私たちは、自分の力、肉の力を捨てて、イエス様の力、十字架の力、聖霊様の力に頼るようになりました。それが信仰です。
それが信仰です。肉の力は、神の国を求めることはできません。肉の力はこの世的には成功するかもしれない。しかしそれは悪魔の栄光だということですね。サタンはいつでも私たちのそばにいるのですか？追い払う方法はありますか？ありますよ。私たちが信仰的になれば追い払うことができますね。私たちが、不信仰だったら悪魔が近づいてきます。2つのポイントがありますね。私たちは何の可能性があるのか。この世の可能性ではない。将来天国に行く、将来天国に行くということが一番の目的です。そしてこの世にあっても、この世にあっても神の栄光を表す、神の国を求める、そういう、目標を持った上で、そしてもう一つは自分の力ではない、肉の力ではない、お金の力ではなく、神様のね、神様の力、十字架の力でやる、そういう可能性です。そういう可能性です。はい、皆さん、この世的なビジョンを捨てて、この世的な夢を捨てて、本当の夢、本当のビジョンを持ちましょう。そこで初めて皆さんには素晴らしい可能性があるのです。素晴らしい可能性があるのです。ぜひ皆さん、皆さんの夢が、正しい夢を持つことと正しい求め方をしてほしいと思います。多くの人は間違った夢を持ち、間違った仕方で、夢を追い求めようとします。しかし結局それはサタンに利用されて悪いことに向かっていきます。この世的な成功、この世的な成功というのは神様が喜ばない成功なんですね。神の国の成功、神の国の中で神様の喜ばれる可能性を求めてください。素晴らしい可能性があります。素晴らしい可能性があります。太郎さん、悪しき者を道連れにしてはならない。主イエスと共に歩みなさい。アメン。十字架でポイント還元受けれますか？すごいすごいポイント還元ですね。山本さん、天国に行くことがドリームカムトゥルーだと思った。その通りですよ。皆さんが地獄行ったら、ドリームカムトゥルーではありません。皆さんが天国に行ってこそドリームカムトゥルーですね。サタンが憎くなってきました。サタンが憎くなってきました。はい、皆さん、多くの人はですね、失望して、可能性を信じることができなくなって、多くの人はもう夢を見なくなります。しかし私たちは正しい夢を見て、神の国を見て、素晴らしい可能性を信じます。素晴らしい可能性を信じます。皆さんは素晴らしい可能性を持っています。素晴らしい可能性を持っています。なぜ人々を救わず天国に行こうと考えるのでしょうか？天国に行ったら人を助けることができません。いえいえ、私たちは、人々を天国に、連れて行こうとしているのです。天国に一緒に連れて行こうとしています。
狐さん、悪米をする人は地獄に行ってほしいと思いますよね。いいえ、いいえ、いいえ、悪米をする人が天国に行ってほしいですね。悪米してる人が天国に行ってほしいですね。悔い改めるとは何ですか。悔い改めるというのはですね、いろんな言い方があるんですね。神様に立ち返るということですね。神様に立ち返る、悪いことをやめて、悪いことをやめて神様に立ち返り、自己中ではなく、イエス様に、イエス様に従って生きるようになる。自分の栄光ではなく、自分の欲ではなく、イエス様の栄光、イエス様のために生きるようになる。それが悔い改めでしょうか。カイさん、牧師は己の可能性を信じ、それを最大限に生かすことができていますでしょうか。私には何の可能性がない気がします。はい、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって可能性が与えられます。人間の力には可能性がないのです。なぜかというと、神様が全知全能です。神様にあって私たちは初めて可能性があるんですね。神の力でこの世界が、機能しています。この世界は神が作った世界で、神の力で機能しています。でも多くの人は神と断絶しているために、神の恩恵を受けることができません。イエス・キリストを信じて初めて、イエス・キリストを信じて初めて可能性が与えられるんです。神の力で全てがあるんです。ですから私たちはイエス・キリストを信じて初めて、イエス・キリストを信じて初めて可能性があるんです。イエス・キリストを信じなければ、自らその可能性を捨てているようなものです。自分の力で頑張る、3歳の子供がですね、親の手を、振り払ってですね、自分で歩いて転ぶようなものですね。3歳の子供には親のですね、助けが必要です。親の手に、親の手を握って初めて転ばないで歩けます。しかし小さな子供は自分で歩きたい、自分の力で歩きたいと思って転んでしまいます。私たち人間も同じです。神抜きで生きていこう、神抜きで成功しよう、神抜きで自分の力を試そうと思います。しかし転んでしまいます。転んで、失望してしまいます。キュウちゃんのお孫さんもチャイスクールで教えていらっしゃいますか。私の孫はですね、ちょっと遠くにいるので、その遠くにあるチャイスクールに行ってますね。遠くに住んでます。宮本さん、おはようございます。ここはですね、空が綺麗なので、ちょっともう一度綺麗な空をお見せしましょう。360度青空ね、すごいですね。360度空が見えます。すごいパノラマですね。牧師を信じれば何事もいきますか。イエス様を信じることですね。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの教えに従うことですね。私ではないんです。
宮本さん、成功よりも信仰が大事だと思いました。その通りです。天国には私の会いたい人に会えるのか。クリスチャンにならなければ天国に行きません。ですからおじいさんの会いたい人がクリスチャンならば、おじいさんがクリスチャンになれば会えます。親っちゅうさん、なぜ神様は高慢になるように人間を作ったんですか。いえいえ、高慢になるように作ったのではありません。高慢を選べる十意志を与えたにすぎません。神様は、神を選んで、イエス様を選んで謙遜になってほしいのです。多くの人は、サタンを選んで傲慢になってしまいますね。誰でもサタンを選べば傲慢になります。それでは証しタイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、信仰による素晴らしい可能性があるということが分かった。信仰による素晴らしい可能性があるということが分かったかし、この世の成功は、本当の成功ではない。本当の可能性ではない。神の国の中にあって、永遠の命、天国に行くこと、素晴らしい可能性はイエス・キリストにあるということが分かった証。スタート。キューちゃん、ちょっとイラッとしたことがあります。どうしたらいいですか。許しましょう。その人を許すんです。X ジャパンさん、昨日夢にイエス様が出てきました。わお。その様子をちょっと、スカイプか LINE かメールで送ってください。どんな状況だったか教えてください。こんな素晴らしい空の下にも悪魔がいると思うと怖いです。そうですね。悪魔がですね、神のものをですね、破壊しようとしています。悪魔がですね、神の栄光を汚そうとしてますね。見てられるかな。どうしたら大変。悪魔がですね、悪魔が神のものを汚そうとしています。破壊しようとしています。イエス様を信じて、素晴らしい人生には素晴らしい可能性があるということが分かった。人生には素晴らしい可能性があるということが分かった。太郎さん、一秒息災という言葉がありますが、一躍息災ではダメですか。一秒息災、ドミだったかな。一秒息災って どんな意味だったでしょうかね。みーちゃん、イエス様いなかったらもぬけの殻だったよ。キューちゃん、そうです。その通りですね。イエス様がいなければもう天国に行くことはできません。イエス様がいなければ私たちは悪魔の餌食です。ライフさん、おはようございます。イエス様がいなければ悪魔の餌食です。ナオさん、おはようございます。
ちぎよさん、元気の源は何か教えてください。油注ぎですね。イエス様を信じて油注ぎを受けるならば、誰でも元気になります。誰でも元気になりますし、可能性が出てきます。イエス様が可能性ですね。私の信仰心がどんどん高まっています。山本さん、素晴らしい。イエス様が可能性です。イエスキリストを信じるならば可能性をゲットできます。イエスキリストを拒むなら可能性を拒んでいます。誰でもですね、誰でも、もし可能性が欲しいなら全知全能のイエス様を信じることです。従うことです。イエス様の教えはが可能性ですね。イエス様の教えが可能性です。イエス様を信じないということは自ら可能性を捨てているのです。悪魔に従うというのはこういうことですよ。皆さん、詐欺があるとしますね。詐欺っていうのはすごい可能性があると思って信じちゃうわけです。そしてその詐欺を信じた時に大損するわけですね。大損、つまり可能性が欲しくて悪魔に騙されて大損する、それが人間なんです。ですから多くの人は詐欺師である悪魔を信じて大損している人生と言えるでしょう。ですから悪魔を信じないで、イエス様を信じて初めて本当の可能性を得るのです。そして天国に行くことが、それが本当の可能性ですね。天国に行けばいろんなことができるんですね。天国に行けばいろんなことができます。この放送を見るとポジティブになります。山本さん、キティさん、クリスチャンといえどもたくさんの試みに遭うことがあるのは信仰を試されているのでしょうか。その通りですね。訓練です。クリスチャンも試練があります。それは訓練です。太郎さん、なぜ日曜礼拝のキューちゃんはあんなに元気なんですか。朝も張り切ってほしいです。油注ぎですね。日曜礼拝は特別な油注ぎがあるんですね。悪霊に操られていることに気がつくにはどうすればいいですか。ネガティブだったらもうそれは悪霊に操られてますね。ネガティブだったら悪霊に操られてます。ですからいつも平安な気持ちをキープしましょう。賛美歌を常に聞くというのは平安をキープすることでもあります。親茶さん、頭が悪くて聖書を読んでもわけがわからないよ状態なのですが、どうしたら天国に行けますか。この放送を見てもよくわかりません。親茶さん、この放送はどのくらい見ましたか。何回ぐらい見ましたか。宮本さん、早く天国に行きたいです。アメン。はるきさん、今日も聖書を読んでイエス様に近づこうと思います。皆さんの植え替え期、皆さんの熱心さ、100回ぐらいですか。100回見てもよくわからないですか。そうですか。それではですね、親千代さん祈ってください。イエス様、教えがわかるように助けてください。あなたのことが分かるようにしてくださいと祈ってみてください。祈ると分かるようになってきます。私はですね、しょっちゅうイエス様、真理をもっと教えてください、真理をもっと教えてくださいと祈ります。真理は深いのです。山本さん、この放送年間200回見てます。すごい。皆さんもですね、もっともっと悟りたい、知りたい、真理を知りたいと祈ってください。みーちゃん、ますます信仰心をするぞ。イエス様がプライド、そうですね、イエス様が私たちのプライド、
この世のものは誇ってはいけません。自分を誇ってはいけません。イエス様だけを誇るのです。そうするならば素晴らしい可能性があります。カイさん、ああ牧師、私がイエス様に祈れど救われないのは聖書をしっかり読んでいないからだと思います。今日の昼図書館に行ってきます。それよりもですね、もちろん聖書を読むことは大事ですが、それよりもただただイエス様に向かって、信じますと、救ってくださいと、ただ祈ってください。あなたを信じます、救ってください、罪を許してくださいと、ただ単純に心から祈ってみてください。祈るってどうやってやるんですか？友達と、携帯で話すように、声出してもいいし声出さなくてもいいので、イエス様に心を向けてただ言えばいいのです。ただ口で言えばいいのです。太郎さん、聖書の内容を一言で表すとどういう言葉ですか？聖書をですね、一言で言うと、隣人を自分のように愛せよですね。隣人を自分のように愛せよ、それが聖書を一言で言った、教えです。教えは簡単ですよね。教えは簡単です。実行するのは難しいですね。でもこの教えをしっかり頭に入れて、何よりもいいですか、聞いてください、何よりも隣人を自分のように愛するということを、実行しようといつも思うことですね。朝も昼も夜も、朝も昼も夜も、隣人っていうのは自分のそばにいる人というふうに考えてください。自分のそばにいる人を自分のように愛そうと、実行しようとしてくださいね。なかなかできません。なかなかできませんが、それも訓練ですね。愛する訓練、信仰というのは愛する訓練ですね。スポーツの訓練、音楽の訓練、いろんな訓練があるでしょう。でも神の愛で愛する訓練、これが信仰です。神の愛で愛する訓練、これが信仰です。山本さん、互いに愛し合いなさいということですね。そうですね。みーちゃん、じゃあまずイエス様を愛します。イエス様おっしゃいました、私を愛する者は私の教えを愛する、私を愛する者は私の教えを愛する、つまり隣人を自分のように愛するということを愛するならば、イエス様を愛するということになるんですね。神様に死にたいと祈ってもいいのですか？こう祈ってください、愛知さん、死にたい気持ちを取ってください、生きたい気持ちをください、生きたい気持ちをくださいと祈ってください。自分を愛せなくなっている場合はどうすればいいんですか？自分を、愛するというのはですね、イエス様を愛し隣人を愛することが自分を愛することになります。まず自分を優先するのではなく、まずイエス様を優先すること、隣人を優先することが結局自分を愛することになります。自分を優先してはいけません。元祖さん、隣の人は何する人ぞと教えられてきました。悔い改めます。アメン。そうですね。すべての人間は愛されていて、イエス様はすべての人のために十字架で死なれました。私たちはどんな人をも人間として尊敬し、どんな人でも祝福しましょう。太郎さん、妻の乳がんの治療をやめて今日からイエス様に祈るだけにします。アメン、アメン。キリスト教を信仰している人にお金を貸したら返してくれません。どうしたらいいですか？イエス様はおっしゃいました、返してもらうつもりで貸してはいけない、返してもらうつもりで貸してはいけない、つまり、あげてください、
ね、返してもらおうと思わないでください、ね、お金より大事なことがあるんですね。お金よりもイエス様の教えの方が大事なんです。自暴自棄になってますけど立ち直りたい、そしたらイエス様に向かって、イエス様助けてください、イエス様助けてくださいと熱心に祈ってください。そうすれば自暴自棄から救ってくれます。生きる意味が与えられます。なおさん、イエス様にお会いしたいです。そうですね、イエス様にお会いしたいですね。マブルさん、おはようございます。それでは、マニキュアしましょう。その前にファイナルメッセージ。皆さん、今終わりの時代です。私たちは日本人です。日本から終わりの時代のリバイバルが始まると予言があります。私たちは特別な可能性を持っています。リバイバルに用いられる可能性があります。皆さん、多くの人は可能性を知らないのです。多くの人は可能性を知りません。皆さんは皆さんの可能性を知ってください。神の国に行く、神の国を求める人が救われそう、その目標に向かって、そして自分の力ではなく聖霊様の力、イエス様の力でそれを追い求めます。皆さん、素晴らしい可能性があるんです。驚くべきことが起きます。ぜひ皆さんは特別な可能性があるんです。信じてくださいね。この世の可能性は、失敗に終わります。人間の力は失敗に終わります。悪魔が敗北してますから、悪魔に従っても失敗するだけです。太陽に拝むのとイエス様に拝むのと何が違うんですか？太陽は何の力もありません。イエス様は全知全能です。太郎さん、妻がイエス様によって守られることを祈ります。とどきさん、リバイバルは日本から、それはですね、カリスマ派の予言です。カリスマ派の予言です。カイさん、本日のお話はなんだか難しかったです。とりあえず祈っておきます。そうですか。カイさん、単純に考えてください、ね、私たちの夢はこの世のものではなくて、人間的なものではなくて、神の御心、神の御心が私たちの目標にならなければなりません。そして2番目は、自分の力、肉の力、お金の力ではなく、イエス様の力、ね、聖霊様の力で、可能性があるんだよという、単純に考えましょう。皆さんには素晴らしい可能性があります。しかし、それはこの世の可能性ではありません。本当の可能性、神の国の可能性、永遠の可能性があります。そしてそれは自分の力ではなく、信仰によって与えられる聖霊様の力、聖霊様の力こそ、可能性のある力、全知全能の力です。太郎さん、医者よりイエス様こそ信じるに値する方だと分かりました。アメン。今日の放送を聞いて、ああ、素晴らしい可能性があるならば、その素晴らしい可能性の人生を送りたい、神の力による素晴らしい可能性のある人生を始めたい方、アメンと言ってください。自分の力ではなく、聖霊様の力、十字架の力で歩みたい、素晴らしい可能性がある人生、素晴らしい可能性のある人生が欲しい人、アメン、アメン。本当に神の力なんですね。ごめんなさい、力が増し加わりました。アメン。
アメン。天のお父様、私たちが失望したり、絶望したりするのは、神様が私の力で歩みなさい、私の力で歩みなさいと言っていることだと思います。3歳の子供が自分で歩いて転ぶように、多くの人は転びます。しかし、母親の手を握って歩むならば、転ばないで歩むことができます。多くの人は自分の力で生きて転んでいます。自分の力で歩んで、失敗しています。しかしイエス・キリストの手を握るならば、イエス・キリストの手を握って生きるならば、素晴らしい可能性があります。素晴らしい可能性があります。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて、イエス様の手を握って人生を歩みますように。神の力によって素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。多くの人が神の力を体験しますように。神の力を体験しますように。神の力は素晴らしい。どんなことでもできるという神の力を体験することができますように。そしてその可能性を、自分の栄光ではなく、イエス様の栄光を表す目標として、その生きることができますように。多くの人に神の力が働くことを心から願います。春樹さん、太郎さんの奥さんのがんが癒されますように。春樹さん、太郎さんの奥さん方のがんが癒されますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。今日は土曜日ですから夜ないんですけど、明日の、朝10時半、礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。一緒に賛美しましょう。一緒に、神様を褒めたたえましょう。神様に期待しましょう。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。皆さんの人生が変わります。信仰っていうのは、信仰っていうのは地上から天国に行くことですね。地上から天国に行くことです。地上は、可能性が少ない、可能性が少ない。で、天国は可能性が大きいです。地獄は可能性がゼロですね。地獄は可能性がゼロです。天国は可能性が 100% です。可能性が 100% です。この地上でもイエス・キリストの可能性を持つことができます。それではまた明日の朝10時半お会いしましょう。良い一日を、良い一日を送ってください。シャローン、シャローン、シャローン。